2番の小坂前受け変わりなく、2番手が松本。このレースはこの両者の折り返しが人気です。3番手に入って3番の奈良岡で6番の佐藤、4番の安藤、5番の野寺が6番手、しんがりが7番中川、残りは2周を切りました。先頭は変わらず2番車の小坂です。さあ誰が一本棒を崩していくんでしょうか。ここで中川が動いてまいりました。最後方から7番車中川涼子がゆっくりと上昇開始、4番の安藤がここに乗るような形、さらには5番の野寺も続いていきます。金が入って3コーナー、2番の小坂、1番の松本がちょっと内に包まれる感じなんですが、2番手から安藤が縦に踏んでまいりました。そして5番の野寺、中川を叩いていって安藤が先頭に変わる。そして2番手が5番の野寺、3番手追い上げていったのが1番の松本、この後には2番の小坂が続いている。最終周回の1コーナーから2コーナー飛ばす4番の安藤里奈、3番手からここで松本が縦に踏んでまいりました。3番手からまくってくる1番の松本、前でこらえる4番安藤を捕まえていってまくり切って1番の松本が先頭に変わる。追走が小坂、3番手が奈良岡が続いてまいりますが、さあ4コーナーを立ち上がってくる。先頭は1番の松本、追走が2番の小坂、最後は小坂が逆転しましたか。